12ヶ月完成教職一般教養パワーアップノート教育時事2コマ目ですね、えー、教育の情報化ギガスクール構想について解説していきたいと思います講師の本田と申しますどうぞよろしくお願いいたしますはいということで早速始めていきますね教育の情報化ギガスクール構想ということでまず初めに過去の両問について少し見ていきたいなと思います えー、こちらは教育の情報化に関する手引きの最新の過去問の出題、えー、それぞれ、あのー、各自治体から取ってきているんですけれどもまずこちらは情報活用能力4つ空欄補充がありまして、まあ、それぞれ、えーまあ、消去法というか。 当てはまるものを見つけながらやっていくってことですね。これ答えが A になります。えー、自分の考えプログラミング情報モラル他者と協働するというね、えー、ここのね、えー、空欄補充問題になってます。まあこの場合まあ A の中で丸1で先に。 あの答えを絞ってもらう未来の社会が丸1に入るのか自分の考えが入るのかっていうところをねあのまあ判断してもらったりもちろん他の箇所でもいいんですけれどもえ徐々にこう選択肢を狭めていくというかえ絞り込んでいくというえ作業でえ解いて頂いければいいかなと思います。続いててが ICT 活用のえ例として えー、正しいものの組み合わせはどれですかというようなこちら出題になっております。えー、正しいものの組み合わせこれ答えが ② が答ええががになりますつまり「アート A」と「O」が正しい選択肢で「イ、e」と「う」が誤りの選択肢だということなんですが皆さんいかがでしょうかあの誤りの部分、まあ、答えを見ずに見つけ出せましたか こちらまあヒントというかもちろんこれは情報化そして ICT についての、まあ、問題を解いているわけなので例えば E、まあ、発表や話し合いにおいて学習課題に対する自分の考えをホワイトボードを用いてまあなんというか、まあ、アナログな方法ですよね。なのでここホワイトボードというところが誤りになります。えー、つまり、えー、正しくはですね書き込み機能を持つ大型提示装置っていうのが正しいね。 表現というか、えー、記述になります続いて「う」もうここまでヒントを言えばもうどこかなっていうのが分かるかと思うんですけどここのファクシミリです、まあ、いわゆるファックスと言われるものですけれどもまあ全然その情報化というか、まあ、ICT 最新の ICT を活用していることにはならないですよね当たり前やけどここ「インターネットを活用し」というのが正しい表現になります。まあ、こうした、えーまあ そこまでうんこの手引きを読み込んでいなくても、まあ、ICT の話をしてんだから活用の話をしてるんだから、まあ、ここってアナログなことを書いてるよねみたいなね、えー、ことを、えー、ちょっと考え持っていただければ、まあ、またそれは解けるのかなと思います。はい、で続いて、えー、こちらなんですけれども、えー、空欄補充問題になります。 まあこれは前提となる背景の部分の空欄補充問題になりますね。まあ、今の社会が、まあ、どのような状況にあるのかというところです。まあ、すごくオーソドックスな出題と言えます。えー、丸二と、まあ、2つ分ですね、えー、5群から選んでくださいと。まあ「ソサエティ5.0」時代というのが一にありで二。丸2 あこっちもありますね続いてとていうことですが、えー、空欄補充問題にこちらになってますああちょっとずれてるなあれあそうですねで答えが、えー、A とカーが入るよと丸 ① に A が入って、えー、丸 ② に、えー、カーが入るという形になりますなのでこちらですね構成に個別最適化された学びというものが入るということですで失礼しました で次の問題がこちらですね、えー、ギガスクール構想についてのこちら出題になります、まあ、ぶっちゃけ出るところというか、まあ、ギガスクール構想のまあ資料の中で、まあ、出る部分って、まあ、大体ここの基本的なまあ何て言うかな定義じみなところが、まあ、よく出題される可能性としては高いのかなというお話をするんですけれどもこちら答えが「カーになります。 まあ短距離無線高速大容量っていう話で、まあ、前提として、まあ、学校、まあ、何百人もまあ同時にネットに接続することっていうのはおそらくないでしょうけれども、まあ、それだけたくさんの人が、えーまあ、接続するための大容量しかも高速で大容量の通信ネットワークじゃないといけないっていうことをまず考えてほしいっていうところでですねなんでここは、A、か、o、かかですね。 のどれかにまずこう絞り込んでほしいなっていうところです。で答えがカーなんですね。最後の丸三のところでちょっと悩むかもしれません。はい。こんな感じにまあ過去の良問としてピックアップしてみたんですけれども、この他にも出題されている実題がありますので、ぜひあの過去問の演習もしていただければなと思います。はい。ということで、まあちょっとまあ次の 年度というか皆さん見てくださっている皆さんがまあ受ける、えー、テストでどんなものが出そうなのかっていうところの解説サブノートですねに移りたいと思いますまず最初に教育の情報化で見たいのがこの教育の情報化の推進に関する法律なんですねでここ過去も埋めてもらってますかねあ埋めてない人はまあ書いていただいて、えー、まあ動画止めて、えー、書いていただければいいかなと思います。 でデジタル社会の発展に伴って、まあ学校における通信、えー、情報通信技術の活用により、まあ学校教育が直面する課題の解決であるとか、まあ充実を図っていくことが重要となっているよと。でポイントとしては、まあすべての児童生徒が、まあ状況に応じて効果的に教育を受けられるように環境整備しましょうっていうところですね。で国の責務や基本理念も定められているとか明らかにされています。 でまあもちろん計画を作っただけじゃなくてそうした施策であるとかを総合的かつ計画的に進めていくこと計画作っただけではなくてしっかり進めていく実行していくっていうことが求められています。で今言った話がこういうところですね。とまあ生後判定問題とかで、まあ、そういうふうに言われる可能性もあります。一部の児童生徒とか そういうふうに書かれていたら誤りです。はい、で次が、えーまあ、言葉の定義をちょっと知っといてほしいなっていうところなんですけれども、えー、学校教育の情報化この法律において学校教育の情報化とは何というかと。でこの後に手引き情報化に関する手引きを見たりするんですけど例えば教育の情報化とはみたいな、まあ、そっちの ま、手引きによる定義もあったりするわけですね、えー、なので、それぞれ間違えないように、えー、法律ではどういうふうにまあ記述されているのか、っていうところを押さえてほしいなと思います。まあ、簡単にざっくり言いますと。と、えー、学校教育の情報化っていうのは2つまあ、情報教育と。で、まあ、情報教育の充実とまあ、学校事務におけるまあ。 情報通信技術の活用のことをまあ、学校教育の情報化っていうふうにまあ、定義としては言いますというふうになってます。で続いてなんですけれどもまあ、デジタル教材についての定義も一応見ておきたいなというところでまあ、それぞれね、まあ、あの説明がこう入れ替わらないようにあの注意してほしいんですね。まあ、読めば大丈夫です。その辺はあの間違えることはないですね。デジタル教材っていうと電磁的記録として作成される教材。 でデジタル教科書っていうのはデジタル教材の中でも教科書に変えてまたは教科書として使用されるものをデジタル教科書デジタル教材の中でもそのように使用されるものがデジタル教科書だというふうな定義ですね。で続いて基本理念まあこういうふうに長く書いてあるんですよ。あのまあ双方向性のある教育っていうのがまあ教育の情報化のこの法律でも。 手引きでもまあこのあたり共通のキーワードとなっています。で、まあ法律でねこういうふうに三条とか読んでいくとまあ長くてこうちょっと読みづらいなって思う人もいるかもしれません。まあ簡単にですがこの三条の中にある六つの基本理念っていうものをちょっとピックアップしてみました。この六つの基本理念はしっかり最低限理解しておいてほしい部分ですね。まず一つ目が情報通信技術の特性を生かして 児童生徒の能力特性性等にに応じたた教育そしして先ほども指摘したように双方向性のある教育まあ一方的に、まあ、動画ってこういうふうに一方的にならざるを得ないですけれども、まあ、その画面の向こう側にいる皆さんであるとか皆さんが先生になった時に、まあ、皆さんの前にいる子どもたちが主体的にこう学習できるようにするという意味でのその双方向性ですね一方的にならないという、まあ、そういう教育を実施すること。 そして二つ目がデジタル教材による学習とその他の学習を組み合わせるなど多様な方法による学習を推進するというふうになります。あのまあこれまでの学習とデジタル教材、ICT のまあこれまでの取り組みと ICT を使った教育をまあミックスしていくっていうような表現もなされたりもします。組み合わせていくということが大事なんですね。そして。 1> 第一条の目的のところでも指摘したんですが大事なのは全ての児童生徒が家庭,的家庭の経済的な状況とか地域障害の有無等に関わらずに、えー、情報化の邸宅を享受できるとまず効果を受けることができるっていうようなことが3つ目にあります。そしててつ目が、えー、ICT を活用することによって 事務が効率化それじゃあどうなのと効率化されると学校の教職員の業務負担を軽減することになるんだというそういうこともまあ理念としては、えー、挙げられていますね。そして5つ目まあ便利、まあ、ICT 例えばタブレット端末を使う、まあ、いろんなこう便利になる面があったり事務が効率化されるんですけれども。 まあちょっとネガティブな部分というか気をつけないといけない部分があるっていうのが5つ目6つ目ですで5つ目がまあ個人情報まあそんだけデータ上に、ね、データとして扱うので個人情報の適正な取り扱いそしてお,、えー、およびサイバーセキュリティの確保を図るという、えーまあ、そんだけ個人情報が集合していると悪い人がえ狙ってくるかもしれません。なのでセキュリティをしっかり確保する そして6つ目が、えー、ICT、まあ、タブレット端末使ってると、まあ、皆さんはスマホをお持ちかなと思うんですけれどもあの長時間見てると目が疲れてきたり、まあ、視力に影響があるであるとかあと依存してしまってなかなかこう日常生活が送れなくなってしまうであるとかそうしたマイナスの影響っていうものにしっかり配慮する必要があるというのが6つ目に、えー、挙げられています。 まあここはしっかり覚えてておいいくださいそして、えー、第4条になるんですけれども、えー、国はどんな責任があるかっていうと、まあ、目的のところでも出てたんですが、えー、しっかり施策を、まあ、策定することそして作っただけじゃなくて実施する責務を有するよということですね。はいで えここまでがまあ法律についてのまあちょっとした解説簡単な解説でしたで続いてまさっきも申し上げた通りこちら手引きでは教育の情報化とはっていうようなえ定義というかね説明がまずされます、えー、双方向性を有すするってありますね他にもこの手引きの方で出てくるキーワードとして時間的空間的制約を超えるというような表現があります、えー まあこの後に詳しくは言っていきますけれども、まあ遠く離れた人とか、まあ海外とか時差がある人たちと交流できたりするってことですね。で、教育の質の向上をそうした特徴を生かして目指していくと。具体的には三つの側面から構成されていきます。一つが情報教育、二つ目が 強化指導における ICT の活用、三つ目が何度も出てくるけど、公務の情報化、まあ事務の効率化を図るみたいなところですね。で、えー、続いて。 併せてこれらの教育の情報化の実現を捧げる、えー、支える基盤として、まあ、教師の ICT 活用指導力等の向上であるとか学校の ICT 環境の整備そして先ほど法律の方でも、ね、あったようにセキュリティを確保するこの3点を実現することが極めて重要ですということになります。でこちらのの手引きの、まあ 資料は分厚いんですけれども実は教師の ICT 活用指導力の、まあ、チェックシートというかね、まあ、そういうページというか資料もあったりするので是非皆さん自身が、まあ、自己分析として、まあ、そうしたチェックシート活用してもらえる,のもらえるといいのかなと思います。まあ、そちらは補足なんで,すけれども、ねはい、で続いて、えー「一人一人の教育的ニーズと必要な支援」ということで。 えー、まあタブレット端末であるとかは、まあ、ICT っていうものは特別な支援を必要とする子どもたちに対してですね、まあ、障害の状態とか特性および心身の発達の段階等に応じてまあ活用することでどんなことがあるかっていうと学習上または生活上の困難を改善克服させることができるんだよっていうふうにただ、まあ、便利なんです重要な手段なんですけれどもまあ何でもかんでもね 利用するまあ導入するってわけじゃなくて、まあ、情報化に対応した特別支援教育を考えるにあたってはここ大事なんですけれども、えー、個々の子どもたちが学習を進める上でどんな困難が一人一人にあってでどんな支援を行えば困難を軽減できるのかっていう視点から,だから、えー、そうした具体的に、まあ、使う場面を考えて想定して、えーまあ、利用を まあする利用することがまあ大切ですね。むやみやたらに使っても意味がないとちゃんと目的をね定めましょうということです。そしてこちらまあ過去問では。あのう、ーえー。出されたりしたこともあるこの情報教育の。目標の三観点になります。A. B. C. ってあるんですけど、一つ目が情報活用の実践力。 課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて必要な情報を主体的に収集判断表現処理創造し受け手の状況などを踏まえて発信伝達できる能力とまあ情報手段っていうのはもちろんまあパソコンとかもあるだろうしえまあいろんな媒体が考えられたりもするんですけれども本もあるかもしれません。でえそうしたものを選んで自分の課題を解決していく。そして えー、受け手の状況を踏まえるってどういうことかというと例えば年生が年生にあ小学6年生が小学1年生に、えー、学校紹介をしますっていう時にですねあの、まあ、6年生の言葉で1年生に説明してもなかなか伝わらなかったりするだから受け手がどんな人なのかっていうことも踏まえて発信していく分かる伝わる言葉で表現するということですね。 で続いての B が、えー、情報の科学的な理解ということで、まあ、課題を解決するために選んだ自分自身の,その情報手段の特性を理解することそして情報を適切に扱ったり自分が、えーまあ、活用した、えー、自分の情報活用を評価改善するための理論方法を理解するとかあとは情報社会に参画する態度 を養うみたいなところですね。情報モラルの必要性、情報に対する責任について考えて、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度。まあこの三つの観点が重要になります。まあもうちょっと具体的に言っていくんですけれども、そうした情報モラル教育の基本的な考え方としては、まあ子どもたちにも今 SNS であるとか、まあタブレット端末が急速に普及しています。 なので「自他の権利を尊重すること」そして行動に責任を持つことでいろんな危険がありますのでそうした危機を回避するというような情報を正しく安全に利用するために学校でそうした情報モラル教育をしていく必要があるわけですね。じゃあどうすんのと、えー、学校の先生がインターネットの世界で起きていることを把握しないといけません。じゃないとここが危険やでっていうようなことをお伝えできないわけですね。 で子供もたちが将来インターネット上のトラブルに巻き込まれないように指導することの重要性を認識する必要がありますそして画面の向こう側には人がいます日常の対面のコミュニケーションと一緒ですそれを意識させることが大事です顔が見えない分日常生活以上に勘違いが起こる可能性が高く注意すべき点があることについて指導する必要があります今こうね日々ニュースの中でも芸能人の方が こう誹謗中傷されたりこう亡くなった方に対する、えー、誹謗中傷とかも絶えませんそんなニュースが。まあ、だからこそ、まあ、教育現場でこうした指導が必要となるということはあのご承知おきくださいという感じですね。で続いて、えー まあさっき学校の先生がインターネット上で起こるような危機とかまあ危険を知っておかないといけないっていうことも言ったんですけれども、えー、児童生徒が遭遇するトラブルは今現在インターネット上で起こっているものだけにとどまりません。将来技術が発展してもっともっともっとこうそれこそ予想困難なトラブルが起こる可能性があります。なのでまあ先生がいなくなっても、えー、ちゃんと自分自身で対処できるように。 トラブルを予測して迫り来る危険を回避できるような指導っていうことも合わせて重要です。はい、で、えー、続いての資料手引きはそれで終わりなんですが続いてがギガスクール構想の実現まあ大体法律とか手引きとかが出題されるんですよ。であとは小学校のプログラミング教育の、まあ、推進についてみたいなそういう資料とか。 あとこちらのギガスクール構想のこちらの資料からも出題されることがあるんですね。で見ていきますとまず現状はどういうふうにこの資料の中で当時どういうふうに日本の現状が捉えられてたかというとこんな感じなんですが学校の ICT の環境整備状況が脆弱だったと。で格差地域間格差も大きいしそして学校の授業におけるデジタル機器の使用時間が OECD 加盟国の中で最下位だったと。まあこれは大変だと まあ表は載せてるんですけれども見てもらったら分かるように全然利用時間もすすごい差があるわけですね、まあ、学校の中でそうやったんですけどじゃあ学校外ではどうなんと学校外での ICT 利用は勉強ではあまり使ってないというか OECD 平均以下やったんですけれども学習外勉強じゃない利用としては OECD の平均を上回ってるどんなことかっていうと例えばコンピューターを使って宿題するっていうのが えー、OECD の平均では22%ぐらいあるんですが日本の場合3%と、えー、ネット上でチャットするっていうのももう大きく OECD を上回っているというようなねこんな状況があったんです。まあ、ゆえに、まあ、コロナ禍も合わさってですオンラインで授業しないといけないっていうこともあったりして。えー 1>, まあ1人1台端末と先、まあ、っき過去の「両門」でここ空欄補充になってましたけれども高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し,整備しようとあのこれは悠々しき事態というかねしっかり環境を整えないといけないというふうになったわけです。で多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく公正に個別最適化され資質能力が一層確実に育成できる教育 ICT 環境を実現するあるとか。 でこれまでの教育実践と最先,最先端の ICT を用いた、まあ、ベストミックスを図っていくことで、まあ、教師・児童・生徒の力を最大限に引き出していくっていうことが、まあ、この構想の、まあ、メインディッシュというか、えー、主たるところですね。はい、じゃあそののの一一人1台端末の環境が何をもたらすのかというところなんですけれども。 えー、まず学びの進化によりできること、まあ、一斉学習が変わるよとど,んなにどんなふうにと授業中ででも一人一人の反応を把握できますと、まあ端末で一斉管理して、まあ、例えばなかなか手が動いてないというかタブレットに入力できてない子とかの様子も瞬時に把握できるでしょうし、まあ、双方向型の一斉授業が可能になると言われてます。 そして個別学習は、まあ、個人個人の学習履歴っていうものが記録できますスタディログという言い方もされる時があるんですけれどもまあ空欄補充で出る時もありますそうした言葉がね。で、えーまあ、タブレット端末でそれぞれにドリルを用いて、えー、それぞれの、えー、深度で、まあ、苦手を克服したり発展的な学習をできるのでとても、まあ、そうした個別学習が発展していくというかね、えー、可能になるわけです。 そして共同学習なんですけれどもまあ一人一人の考えをリアルタイムで共有できる子ども同士での双方向の意見交換が可能になるということで、まあ、何が大事ってまあ共有できることもそうなんですが学校の授業って45分とか50分で短いのでそんな短い時間の中で共同学習する時間が足りないわけですね。なのでで即即時時にに、共有できる。そして即時に いろんな人の意見に触れられるっていうこの即時性っていうものがとても大事かなと思いますそこもキーワードとして覚えておいていただければいいかなと思いますはい。ということでちょっと駆け足にはなったんですけれども教育の情報化ギガスクール構想についての解説を終わりたいと思いますありがとうございました